はい、ガイツ、どうも、ユージャーナルのユーです。今日は初のコラボということで、海賊王チャンネルさんに来てもらいました。はい、りょうです。海賊チャンネルのりょうと言います。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、はい、今日は、りょうさん結構旅をされてるってことで、自分もこう、海外に行ったりすることすごい好きなんで、それに関して面白い話とか、深い話をちょっと聞きたいなということで、聞かせてもらいました。よろしくお願いします。まあ、硬いんで、ちょっともうゆるゆる、はい、行きましょう。全然大丈夫です。一番最初にその海外に行ってみようとか旅してみようと思ったっていつぐらいですか？中1の頃にあのいとこがアメリカに住んでたんで、はいはい、中1の頃一人でいとこの家まで行って1ヶ月ぐらいいたのが最初ですね。中1で一人で？あ、一人でアメリカに。すごいな、それは。一人でやっぱなかなか勇気なかないですか？しかも中1で全く、ね、英語とかもまだそんなに全く喋れないですね。で、それでいきなり飛び込んでいく勇気というか、やっぱみんななかなか、しかも一人で海外行って怖いじゃないですか。あ、はい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 。そこはどういう気持ちで行ったんですか？いやー、なんだろう、何も考えてなかったですね、多分。あー、何も考えてない。もしかしたらアメリカでも日本語通じるんじゃないかみたいな感じで。基本的には流れと勢いで。勢いで。なるほど。実際アメリカ行きました。はい、それでスムーズに行けたんですか？で、それがその当時は、はいはい、もう自分が今思えばどれだけ英語が喋れなかったかっていうと、外国の方がいっぱい話しかけてくれて自分に。あ、でも当時は、ね、Where are you from? って聞かれても何言ってんのみたいな。Where are you from? 分からずに。ハローと Thank you だけで。すごいな。で、うまくたどり着けたんですか、そこまで。あ、そこまではなんとか、なんか乗り換えがあって、はいはい、そのケンタッキー市でそこまで行くのに。で、その時にあの乗り換えでその中国人の方たちがいっぱいいたんで、その自分を中国人のふりしてなるほどついてって教えてもらって。でも中国語喋れないですね。喋れないです。中国人でもないし、アメリカ人でもない。アメリカ人でもないけど中国人のふりしてなんか女の子に連れててもらいましたね。で、じゃあまあアメリカのそういう経験があって、はい、で、そこをやっぱ海外って好きになりました。ああ、もう特にあの英語を勉強したいなってやっぱ思って。特に向こうの人って積極的に話しかけてくれるじゃないですか。あ、はいはいはい。そういうところでなんかコミュニケーションの楽しさとか、じゃあ日本で過ごしてると生まれない会話とか日常生活に結構あるじゃないですか。あ、ありますね、はい、結構買い物するだけで会話が生まれるとか。あ、はい、やっぱそういうのもあって自分も一番最初アメリカだったんですけど、あ、そこからですね、英語にもつながるし、はいはいはい、こう興味、世界に興味というかっていうのがあって、やっぱりいいなと思いますね。ですよね、やっぱ。で、アメリカ行きました。はい、次はどうしたんですか？次はあの大学の最初の旅行みたいな感じで友達と中国と韓国に行きました、ね。中国、韓国、はい、そこはどんな感じですか？もう慣れましたね。いや、そっちの方が慣れてなかったですね。やっぱ物心ついたっていうか。あ、なるほど。そっちの方が緊張っていうか、はいはい、アメリカ行って韓国、中国行って、はい、次は東南アジア4カ国に41日間、はい、バックパッカーで一周内陸をしてきました。うわ、まあ、まさにもうバックパッカーで、しかも陸路の旅ですよね。陸路ですね、はい。あ、すごいな。で、大体41日間どんな感じで過ごされてたの？どんな感じ？あ、なんかお金がなかったんで、はい、なんか節約節約節約っていう感じで、なんかアンコールマットでも友達3人と30円ぐらいのバナナをみんなで分けるみたいな。なるほど。そんな生活をしてましたね。で、実際ホテルとか、はいはいはい、まあ、41日間目でも点々と移動しながら行くわけじゃないですか。はい、しました。そういうのはどういう感じでやってたんですか？あ、ホテルはあのアゴダっていうアプリがあって、それでゲストハウスに泊まってそこの Wi-Fi を使ってアゴダを予約して次のゲストハウスに行くみたいな感じで。まあ、アゴダ、まあそれがほぼ7割ぐらいです。結構やっぱ長期で行く人ってそういうとこ不安だと思うので、はい、あ、はいはいはい。実際になんか見つけられなかったとかってなかった？あ、ありました。あ、マジですか？見つけられなかったもあるし、はい、あの予約はできたのにやってなかったっていうことが、はい、やばいね、これは。でもやってなかったらその現地で止めてくださいを頼むしかなくて、やっぱ宿で、はい、あ、もう直接行って直接行って、はい、なくて本当に泊まる場所ないっていう究極の事態はなかったですか？はありましたね。それは、まあ、自分ら、まあ、高いところだったら泊まれる場所あったのかもしれないんですけど、はいはい、お金がなかったんでベトナムとかのダナンの浜辺とかで寝たり、はい、浜辺で寝て
野宿じゃん。あの野宿は結構皆さん聞きました、ベトナムの浜辺で野宿する安全ですよ多分。あ、いや安全じゃないかもしれないから、やらない方がいいですけど、ね、ですよね。すごいな。でもあとは移動を夜にしてたんで、はい、寝台列車だったり夜行バスだったりで夜は過ごしてましたね。なるほど。なんか東南アジアの中で、はい、今4カ国、はい、タイ、ベトナム、あとどこですか、カンボジアとラオス、カンボジアラオス、この中でなんか一番おすすめしたいなみたいな。あ、やっぱみんな旅行で行くと思うんですよ、はい、だったらもうおすすめするのはカンボジアのアンコールワットが、アンコールワット一番やっぱ世界遺産の中でも。なるほどね。最後に聞きたいんですけど、やっぱりバックパッカーでこう長期的に旅とかこう陸路でね、はいはい、長い旅をしてみたいという人結構多いと思うんですけど、なかなかそういう人って勇気がなかったりとか、あ、はいはいはい、不安だと思うんですよ。そういう意味でのなんかこうマインドというか考え方みたいな、どういう感じで行ったらいいのかなみたいな。絶対その場その場でいろんなハプニングが起こるし、なりがちな人は絶対多いと思うんですよ、はい、そういう人のために何かあります。そういう人のためにですか、はい、いやまあその不安を楽しむっていうか、おー、いや不安があるから楽しいみたいなとこもあるんで、海外、うん、日本にいたら見れない景色がやっぱたくさんあるじゃないですか、はいはい、やっぱそれをやっぱ死ぬまでには絶対見ときたいなっていう気持ちが強かったんで、うん、まあ、死んでもいいとまで言えないけどなるほど、やっぱ行きたいじゃないですか、うん、それでやっぱいろんな国に、あとはもう旅にハプニングがつきものとか、はい、そうですね、そういうマインドでね、やっぱあった何か問題が起きた時も楽しむと。そうですね、帰ってきたら結構いろいろ野宿だったり自転車で60キロ山越えたりもしたんですけど、お、まあそのやってる時は辛いとか思うんですけど、はいはいはい、帰ってきたらいい経験になってるんで。わかります、それはすごいですね。やっぱ旅って本当に娯楽だけじゃなくて経験にもなると思うから、本当に若い人たちが、はい、そういうどん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 外に出て経験とかいろんな世界をやってほしいなと思いますね。ということで、今回は海賊王チャンネルのりょうさんと、初めてのコラボということでさせていただきました。ありがとうございます。今まだ YouTube 結構始めたばっかで、はい、そうですね。これからどん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 旅系の動画とか、まあ、こういう感じで結構勇気というか度胸のある方なんで、すごいおもろいことを挑戦していくんだろうなっていう感じなんで、ぜひ概要欄に貼っとくので、海賊王チャンネルの方もチェックしてあげてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もありがとうございました。それではバイガーイズ。Bye with you.